Thank you.
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 最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り200、後続が襲いかかってきた。スマグラー頑張れるか。2番手はスマグラー、カタノピアリス、この馬で決まりか。カタノピアリス1着、カタノピアリス完勝。カタノピアリス1着、2着はシャトーショット、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノピアリス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はベラミーロード、ベラミーロード先頭、2番手はベラミーロード、あと 200m、 先頭はローマンルーラー、残り 100m、 ローマンルーラー先頭、2番手はハイフライ、ローマンルーラー1着、ローマンルーラー1着、2着にはどうやらハイフライ、勝ったのはローマンルーラー、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はカタノキング、あと 200m、 先頭はカタノキング、カタノゲイ必死に追いすがります。カタノキング、ここまでか。プライド差し切った。2番手はカタノキング、プライドゴールイン、プライド1着、2着にはどうやらカタノキング、勝ったのはプライド、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。肩のエッジ前に行きそうです。ミュージカルチャイムズそれに続いています。さらにはルロワドサニモ、16番グランパドモーニング、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはルロワドサニモ、2番手に10番肩のエッジ、黄色の帽子、ミュージカルチャイムズ、その後ろ。すぐ隣にサニーポート、その外からグランパドモーニング、緑の帽子、キャッシュエンペラー、その後ろジャスミンジョンヌ、そのうちに続いています。並んで6番グリーンハンド、ピッカーテープ、この馬もこのグループ。すぐ後ろにパレスフラッグ、並んで7番スカイセゾン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番ルロワドサニモ、グランパドモーニング、ほとんど差がありません。サニーポート、3番手カタノエッジ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はグランパドモーニング、ミュージカルチャイムズ、その後ろカタノエッジ、好位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ルロワドサニモ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はミュージカルチャイムズ、あと 200m、 ルロワドサニモ先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。ルロワドサニモ今ゴールイン、段違いの強さです。ルロワドサニモ1着、2着はディスクアバース、勝ったのはルロワドサニモ、見事な勝利です。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってコスモバルク、残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 コスモバルク先頭、肩のチェスト、肩のチェスト、もう一伸び、肩のチェスト、肩のチェスト、1着、2着にはどうやらタップダンスシチ、これが G1 馬だ。肩のチェスト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはアドマイヤジェム、メジロドミニオン先頭、2番手はアドマイヤジェム、先頭を捉えるか。さあカカノアイス一気に来た。ここで先頭はナリタベット、ナリタベット先頭、残り 100m、 ナリタベット先頭、フライの死で追いすがります。ナリタベット、ナリタベット1着、2着にはどうやらフライの死で、勝ったのはナリタベット。カカノアイス敗れました。これは掲示板までです。短い直線に入って、後続は届くかどうか。あと 200m、 先頭はカカノライダー、フットファイター、必死に追いすがります。カカノライダー先頭、フットファイター追いすがります。カカノライダー、カカノライダー1着、2着にはどうやらフットファイター、1番人気に応えました。カカノライダー見事です。